こんにちは、プライムハーツです。今回は皆さんが嫌がる白髪についてまつわるお話をしたいと思います。一度白髪になると二度と黒くならないのかというとそうでもありません。加齢など自然な白髪でない場合はビタミン A、ミネラルなどの栄養をきちんととってストレスをなくすことで黒髪に戻る場合もあるんです。そういえば白髪を抜くと増えるなんて言われることが多いですが、実際にはそんなことはありません。出始めに白髪を抜いてしまうことで進行しているのが分からず増えたと感じるのでしょう。それよりも無理に抜くことで毛根に負担をかけるのが心配です。その場合そっと根元から切ってあげてください。白髪は出始める時期もその量も場所も個人差があります。年齢ではなく経験を重ねた一つの証として思い、ポジティブに捉えてストレスを減らし、白髪になる原因を減らしましょう。以上が白髪にまつわる話でした。では。